どうもレンジです。今回なんですけど、5月20日に第五人格コラボの最新情報が発表されるということで、今予想されているコラボの、ね、情報などを見ていきたいと思います。今ね見ている通り、こちらサツテンがね、前から情報あったと思うんですけど、こちらがね濃厚ということで、まあキャラ詳細見ていきます。はい、早速ね、まずはねこんな感じの特設ページがありますね。ネットイースコンタクト2023オンライン発表会は5月20日の土曜日20時30分から YouTube ライブでね配信されるそうで、もちろんねこれもね DVD とかいろんなゲームで、そして第五人格もあるということなのでね、でもしかしたら殺戮の天使が来るんじゃないかってね、予想されてますね。まあ情報はね前からあったんだけど、詳細が全然なかったから、まあワンチャンね、まあ、ドラえもんコラボかもしれないし、まあ談論のねさらに詳細なのかもしれない、ちょっとねまだ確定はしておりませんので、はい、注意ください。で、ちょっとリーク情報漏れみたいなのあったらしくて、あんまり拡散されると、なんかコラボとかね、そういう企画なしになるみたいなね、はい、なんかちょっとあるらしいので、まあそこもし知っちゃったりしたらね、拡散しないようにね、した方がいいですね。ってことで、改めてね、サツテンコラボ来たとしたらね、まあ来るんじゃないかって言われてるキャラがね、この PV の最初映っている子たちと、はい、予想されてますね。いやー、この鎌持ってる、子とかね、おいっぱい映ってるね。結構多いんですよねキャラ。またここにも3名いますね。でさらにここにも1名いると、すごいね。2人しか来ないのかなみたいな、あのレイチェルって子とかがまあメインだと思うんで、なんか2人だけかなと思ったんですけど、いろいろ何人かいそうですよね。はい、今映ってた子たちがね、こんな感じでね、いろいろ予想されてるキャラ、ちょっと内容とか見ていきます。僕もねまだ見てなくて詳しくないんですが、殺人鬼、本名はアイザック・フォースター、20歳前後とも言われる年齢不明、幸せそうな人間や嬉しそうな人間を見るとついに殺したくてたまらなくなる。あ、だから殺すかみたいな言ってんだ。自称まともな成人男性、希望との落差や恐怖に怯える表情に快楽を覚え、興奮が高まると思わず相手を切り殺してしまう。 B4 で手に入れる文章によれば、幼少期に孤児院に預けられた後失踪している。あまり考えることは得意ではなく頭は良くないと、書いてますね。こういうキャラなんだ。ザックね、言われてんのが、まあ、イタカ来るんじゃないかみたいなね、この鎌持ってるのがイタカかリッパーじゃないかみたいな言われてますよね。いやでもどっちだろうね、このまあヒロインキャラ2人いると思うんですけど、どっちかが UR なのか、どっちも UR なのかな。でも声優さんがあの岡本さんでしたよね。あ、もしかしたら傭兵、同じ声優としてね、まあ、傭兵説もあるからね。見た目はねハンターにしか見えないんだけど、まあ、ちょっとサバイバーできてもねめっちゃ面白そうだよね。いやでレイちゃんね、みんなこの子好きってよく見ますねコメント。記憶失ってる13歳の、あもう少女じゃん。本名はレイチェル・ガードナー。ビルの最下層で目を覚まし、フラフラと、地上を目指していった時にザックと出会う。ザックに頭の良さを見込まれ、殺してもらうことを条件に行動を共に決意をした。頭がよく冷静沈着な印象だが、どこか奇妙に人間の感情を失っている。ザックから人間らしい表情を見せないと殺す気になれないと言われて困惑している。あ、なるほどね。まあその怯える表情に快楽があるからあれなのか、ちょっと無表情な子にはちょっと困惑みたいな感じなんだ。レイちゃんはもう少女なんじゃないかっていうのはすごい見るね。うわー少女、俺 UR でゲットしそう見えたんで、もしねコラボ衣装で UR 来たらちょっとね、もう絶対に欲しいですよね。なんかどっちも UR であってもねおかしくないような雰囲気なので本当に楽しみですね。続きましてが、 B5 フロアで出会ったレイの主治医を名乗る医者、柔らかな物腰と優しそうな笑顔でレイに近づくが、美しい目に並外れた執着心を見せる。レイの目が傷つかないよう気遣ってくれるか、果たしてそのシーンはなんかあれなのかな、優しい人なのかちょっと見た感じでわからないんですけど、ダニーって方はまあこれねちょっと医者っぽいから、もうちょっと教授っぽいよね。まああと他だと写真家じゃないかみたいなのもね、見ましたね。ああ写真家でねこの白衣着てる感じね、確かにあってもいいよね。続きましてエディ君、イオンフロアで出会った男の子、レイと同い年ぐらいでこのビルで死んだ人間たちの墓を日々作っていると。レイに一目惚れしており、レイの姿を刻んだ墓を作って二人を待ち伏せていた。めっちゃ好きなのに墓作ってるんだね。もう墓守じゃん。これはもうほぼほぼ墓守だよね。いや墓守ね、これコラボ来たらね可愛いよね絶対。使いたくなるな墓守ね。この丸いね仮面をかぶった、こうみたいですね。と泣き虫とかかな、しっていうならロビーくんとかだとありそうだよね、このちょっと可愛い男の子みたいなね。はい、続いてが、キャッシー、 B3 フロアで出会った自らを断罪人と呼ぶサディストな、女看守、
陽気に喋りながら冷たく残虐な何これ懲罰を仕掛けてくる。リンチを行ううちにザクとレイが危うい約束を、交わしていることに気づくと、キャシーは見た感じ俺はちょっとやっぱバーメイドか空軍っぽいなっていうね感じしますよね。ムチ持ってるんだ。ちょっとド S なキャラなのかな。まあ、今までねちょっとこの可愛いとかセクシー系のキャラは大体バーメイドだったから、ちょっとバーメイドありそうだよね。あーいいですね。で最後は、神父さんは B2 の大聖堂の奥でレイが出会った謎めいた小男、自らを神父と名乗り、不思議なことにビル全体について知っているかのような言動から、なぜかレイに不信感を抱いていると。その言葉はいつも謎めいており、常人には理解しがたい、また体からは甘い香りが漂い、彼に近づくと不可思議な出来事が起こるようになると。おう、神父さんはちょっとねハンターでもありそうな雰囲気。ハンターだったらやっぱ忍者っぽいよね。このもう服がね忍者ですよね。完全に忍者だったり、サバイバーだとなんだろう。あでも本持ってるから小説家とかか。うーんどっちだろうね。小説家だとしてもちょっと怖そうだね。うん結構ハンターっぽい感じがしますので、どっちハンターサバイバーどっちもありそうな気がしますね。はい、今ねキャラクター見てたんですけどね、改めてこれ5月20日にネットイースのねオンライン、20作も最新情報を一気に公開するんだ。すごー、こんなゲームあるんだネットイースって。荒野行動や第五人格など人気タイトルの開発運営を手掛けるネットイースは、同社が手掛ける全20タイトルの最新情報をお披露目だって、5月20日の8時半より配信。わーすごいね。年に一度のね、まあ、ゲーム発表会っていうことなので、まあ、これはかなりねちょっとデカめのねこと来そうですよね。20作のうち5作はこれまでに情報が公開がされていない初お披露目タイトル。あ他のゲームやってる人にとってもね、まあ、かなり面白い情報となると。 YouTube か Twitter、Twitch、ミルダムで配信されるんだね。そうなんだ。じゃあ新しいゲームとかも発表されるのかな。荒野行動や第五人格などと並んで、これからネットイースゲームを背負っていく存在となることでしょう。あやっぱ第五荒野ってすごいんだね。特に荒野とかね、まあ、荒野の光とかあってね、いろいろ課金額とかね第五以上にやばいって聞いたんで、300万とかねそのレベルだからやっぱすごいね荒野って。あこれこれ情報公開リストで最後かな。お来た、20個目に第五人格ってあるんで、まあ結構まあ8時半開始だけど、実際にあるのは、最後の方に情報が来るのかな。最初に荒野が来てるから、まあ荒野で荒野コードで盛り上げて最後締めが第五みたいなね。あでこれね、こちらに発表内容のリストとしては第五人格の新コラボ内容発表、うん、ここに書いてるんで、まあ撮影だろうな。でもまあねこんな感じで詳細いろいろあるんですが、撮影好きな方はねもうマジで5月20日楽しみだね。ここまでご視聴ありがとうございました。いや今回ねこのキャラの量的にはね、まあショップ衣装もあると思うんだけど、まあ神髄でほぼ来ると思うから、まあこれね無料分でも配布できたらねいいんだけどね。いやもし無料配布とかあんまなかったらちょっとねエコーのみになってしまいますので、ほぼほぼ霊感とかね、まあ今のうちにねまあちょっと貯めておくなりね、まあ欲しい衣装我慢してこっちに回すとかねちょっとしてみた方がいいかもね。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れにします。